それも顔見知りの、気づかない人間には。
と思ってるわけだよ。投げやがってこの野郎。わかるだろ、大高正治のバカ者を利用して応援してるような奴らも、この北詰めがあんな小物の大高正治を相手にするために手のためにやってるじゃない。そしてそこの村でこそこそと売名行為や寄付行為を小沢小沢って言ってれば、小沢一郎を純粋に応援する者が知れるから、それから寄付行為ができる。そういうことでこの草詰めを誹謗中傷して落とし入れたりしてる、そんな奴らに絡みたいから、この草詰めがおい何やってるんだと声をかけてるわけじゃない。大高正治を応援するやろ、そしてこの草詰めを誹謗中傷するやろ、出てこい。いくらでもスピーカー貸してやる。てめえら陰でこそこそあの大高正治に反対しろ。この草詰めはっきり言う。なんでバカ者がてめえたちがかばい、そしてまさに森陽子や小沢一郎のその者たち者の名前まで傷つけるような足を引っ張るようなことをてめえらしてるぞ、この野郎。小沢一郎氏をこの北詰めは少なくともまともな裁判にしてやれと偉そうなこと言ってるのは、大室俊三弁護士、吉田茂美はあいつらは検察の犬だと、この北詰めであれば堂々と言えるんだと。だから北詰め淳は小沢一郎氏の裁判について少なくとも知らんだ、裁判だけはまともにやってやれと、こういうことを言っているこの本人を小沢一郎って寄付行為や売名行為してるような藤島俊さんは、この草詰めを落とし入れる。そして陰でこそこそ人の誹謗中傷をさらに重ねてる。こんなバカ者どうだ、大高正治をかばっているが余計に裁判所のデタレーさん、警察弁護士会、こういうものの真のデタラメさん、違法性が追及できないんだ。本当の冤罪被害者、無罪を勝ち取った者の主張が薄れるんだ。てめえらバカ者か、この人の前でこんなちょっとでもどうでもよくてやるか。てめえらできるからするんじゃねえぞ。できるからするんだら堂々と言ってみろ。お互い正直にどこに正当性があるんだ、というものがあるんだ。てめえらが後押しする根拠はどこにあるんだ、はっきり言ってみろ。森陽子はあなた方たちは使いやすいからいい気分だから、あなた方たちは使えるいろいろリークするからと、そういう連中が大田正治のバカ者の犯罪者の、てめえなんでこの草詰めをまだ落とし入れる権利があるんだ、バカ者、堂々とかかってこい、酒屋って